三宅修士、三宅修士、三宅秀士、1934年4月5日台は、岡山県出身の元プロ野球選手、内野手、右投げ右打ち。1966年から、現役引退までの登録名は、三宅信和、大信和、現役引退後の氏名は、三宅松森とした。おいは、競輪選手の三宅信。 岡山県立南海高等学校時代は、3年時の1952年の夏の甲子園岡山県予選を勝ち上がり、岡山東高校を破って優勝するが、東中国大会で鳥取県の堺高校に破れ甲子園には届かなかった。高校時代は二類種であった。高校のチームメイトでエースだった田代寺勝を見に来た。 大阪タイガースの青木十三スカウトの目に留まり、タイガースに入団する運びとなった。平岡康弘著の哀愁のサード三宅修士に掲載された本人の話では、入団の道筋を作ったのは、当時タイガースに軍監督を務めていた森田忠夫であったとのこと。ちなみに、田代は国鉄スワローズへと入団した。大阪タイガースでは、3年目からサン一のレギュラーに、 定着。瞬速強権の選手として、吉田義夫と鉄壁の三遊間を構成。当時から守備の名手として知られていた。1957年には、リーグ最多の31二塁打を放つなど活躍し、同年には、ベストナインを獲得する。1958年には、打撃海岸し打率。267、21本塁が、35盗塁を、記録。 これ以降も、シーズン2桁本塁打、2桁盗塁を続けるなど、活躍するが、3塁一種のベストナインは、長島茂雄に独占される。1962年9月5日まで、882試合連続出場と700試合連続、全イニング出場、2004年に、金本智明が更新、阪神球団在籍選手としての記録も金本が2007年に、 更新の記録を継続していた。翌9月6日の試合前、川崎球場のレフト側で安藤元夫とキャッチボールをしていた際、センター側でキャッチボールをしていた小山正明の送球が山本哲也のミットを大きくそれ、その球を左目に受けた。この事故で三宅は交際分離の重傷を負ってしまった。そのため1点のあった視力が0.12まで低下。これが 選手生命を断たれる原因となる。以降、目立った活躍はできなかった。1967年現役引退。引退後はコーチを歴任し、1970年にはに、軍監督を務めている。しかし1971年6月15日、科学工業薬品を経営していた義父が休止した。ため業を手伝うため球団に退団を申し入れ、20日に正式に退団。 その後は、三重県鈴鹿市の病院に事務として勤務していたが、1991年、野球フランス代表の監督をしていた、吉田義雄に随行して、同チームのコーチを務めた。1994年退任。2004年8月1日に、金本が連続試合、全イニング出場の新記録を更新した際には、金本に花束を贈呈している。 愛愁のサード三宅修士、平岡康博著によると、平岡の野球人生に悔いはあるかという問いに、三宅は、あの、ね、大ありやと答えている。レギュラー定着後2年ほどは、目立った成績を残していないが、ベストナインを獲得したには、リーグ最多の31二塁打を記録している。打撃開眼した以降は、1962年まで、毎年2桁本塁打を放っている。 率は低いもののパンチ力のある打撃で、小山正明は、思い切りのいいスイングによる鋭い打球は一級品だったと、述べている。三塁守備の実力は、日本球界でもトップクラスで、守備の名手として知られていた。そのプレイは、簡単な打球処理でもファインプレーに見せる、長島茂雄に対し、難しい打球処理の際にも、ダイビングキャッチなどをせずに全て正面で取ったと言われる。 基本に忠実なプレーが心情で、スローイングもオーバースローで正確に送球する上に、かなりの強権であった。派手さはないが、どんなに高度な打球処理もファインプレーに見せない、堅実な守備は、読売ジャイアンツ監督でもあった、水原茂が、三宅の守備に比べたら、長島のそれは、素人と評するほどであった。三宅と共に、阪神のレギュラーとして活躍した、吉田義尾。 遊撃手と、鎌田実二類種も、守備の名手として知られており、鎌田、三宅、吉田の三人による二三遊間はまさに鉄壁で、日本球界最高の守備陣と言われ、試合前のシートノックだけで金が取れると評された。ただし、一類種の藤本勝美、遠い五郎だけはお世辞にも守備が上手いとは言えなかった。守備に加えて、俊速でもあり、レギュラー定着後から、 キャッチボールの事故で重傷を負うまで、毎年2桁盗塁を記録。特に、フルイニング出場を続けていた時期は、毎年25盗塁前後を記録していた。敵チームから付けられた愛称は、猫。これは、三宅が走塁時に音も立てずに進むことや、守備でも平然とビッグプレーをする点、性格が物静かであった点から付けられたという。落語家の月亭八が、 阪神ファンになるきっかけとなったのは、三宅との出会いがきっかけである。八方は、眼科に入院中の三宅修士選手と出会い、無邪気にサインを求める八方に対し、三宅は八方の瞳を見つめ、君は野球が好きか。とだけ言い、サインを手渡したという。また、岡田秋信は、幼少時に三宅とキャッチボールした経験があり、三宅への憧れから阪神入団時に同じ。 背番号16をつけた。他にも、阪神ファンではないが、a 六スが三宅を好み、三宅と同じ、背番号16の各球団の選手を応援しているという。また、星野千一も、小学生の頃に、街頭テレビで、三宅さんのホームランを見て、阪神が好きになったと語っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。